such a long way from home. Yes, I know that our love is near new, and I promise it's gonna be true. Please let me stay, don't you send me away, oh no. Tell me, babe, that leave me, say I'm gonna leave me, love me tonight. Oh, me know my heart is aching, and I'll feel the down is breaking, love me tonight. Something is burning inside, something I can't be denied. I can lead you out of my sight, darling, love me tonight. そういえば、うん、尾崎さんは今年でデビュー25周年ですが、そうなんです、一人になってからですね。ソロになってからその前、その前にワンダースっていうコーラスグループやってて、その前にはジミーときたとマウンテンプレイボーイズにいまして、その前にその前はハワイアンやってましたから、ハワイアンを一度この番組でも歌ってくださったことありましたけれども、うん、じゃあそうするともう歌を歌い始めてというか、どのぐらいになりますか。もう30何年ですかね。これがですね、やめてやめてやめて、このデビューの当時の、これデビューしたばっかりですか。そうですね、約25年ぐらい前。尾崎さんは先ほど25年っていうのはどうですか、振り返ってみて。もうこんな年になったかなと思いますね。いつもその若くいられる秘訣は何ですか。素敵な女性見るとわあ素敵だなと思ったんですね。はい、なこさんとかも、はい、やっぱりさっきからねお変わりないですねなんて言ってたんですけども、ね、やっぱり素敵な男性見ると素敵だなと思うことっていうのは大切にしてます。はい、あの人とのやっぱり出会いっていうか、そういうのをやっぱりすごく大事にしていきたいなっていうふうにいつも、思いますね。そういえば、デビューの時の写真ここにあるんですけども、これなんですよね。これはスマイルフォーミーとかって言ったところでしょ。あなたが眩しいわ、私よく見せていただいてました。ね、本当に変わらないねって言われるでしょ。はい、よく言われますね。どうなんですかそれ。変わらないねって言われるのもちょっとこれ褒め言葉になるのかなって思うんですけどね。どうですか。自分でもどういうふうに捉えたらいいのかなと思うんですけど、ただなんか無理にこういろいろこう背伸びをしたり変わろうって思ってもどこかに負担がかかってくると思うんで、もうこの、まあ、自分は自分でしかないので、このままで、まあ、それでいい年を重ねながら、あのいい仕事をしていきたいなっていう気持ちで。この時で、はい、これはデビューはないのかな。それはデビューしてちょうど1年たって2年ぐらいですか。はい、デビューが17ぐらいでしたか。16歳デビューして何年になるんですか。15年経って16年です。そういや、はい、そうですか。35してるんですか。いいです。
気合いませんよね。それから郷ひろみくんが40とかね、はい、言うとのもびっくりしましたけど、うん、僕は聞かないで、僕は聞かないで、僕は聞かないでって尾崎さん大体分かりますけど、ね、でもね、お二人ともそうだけども、はい、デビューの時に片っぽアイドルでわっと出るでしょ、で彼は歌唱力でわっと出て、その後ずっと例えば普通だったら、なんとかヒット曲出そう、ヒット曲出そうとして頑張るんですよ、それでダメでこうなる人と、ヒット曲はまあ最初に出たらそれでいいと、アイドルでパッと出たらそれでいい、あとはね、いつの間にか自分でしっかりいろんなこと勉強してる、その積み重ねがこうやっていつまでも若くさせて、しかも実力がどんどんさすがだなっていう、それ今日なんかよく出てますからね、それ素晴らしいと、お二人も素晴らしいと。どうですか、その通りですか。その通りです、その通り先輩の言うことは全部正しいはい、それではですね、ここでリクエストハガキを紹介したいと思います、滋賀県は、犬神郡久米田英子さん27歳からいただきました。私はピアノの音色が好きで、日曜のこの時間をいつも楽しみにしています。今日は河合直子さんの喧嘩をやめてをリクエストします。ありがとうございます。この曲は10代の女の子のちょっと困った表情が見える可愛らしい歌で、私もその頃に戻って聴いてみたいなと思います。私もね、あのベスト10とかでずっと見せてもらってたんですけども、それまで元気な歌が多かったじゃないですか。そうですね、でどちらかというとアップテンポでですよね、でこう新曲ですって言って喧嘩をやめてを初めて聞いた時にすごく衝撃的で、あ、こんな面もあるんだなってすごく覚えてるんですよね。私自身もやっぱりちょうどシングルで10曲目だったんですけど、やっぱりすごく新鮮で、竹内まりやさんに初めて書いていただいたバラードなんですよね。はい、さあそれでは今日はもうご本人に歌っていただきますけれどもね、はい、ゆきえちゃんピアノの方よろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします。で紹介は尾崎清彦さんに、私が紹介していただこうと思います。今日のリクエスト曲は喧嘩をやめて、聞いてやってちょうだい持って